で今回作品をちょっと作るにあたってグランプリを取らせてもらった作品は結構クリエイティブだったんですけど、今回の作品はなるべくこうリアルに街を歩いても、おかしくないぐらいな、クオリティにしたいなと思って作りました。モデルさんとも初めてちょっとお会いしたので仕込みの段階から、コミュニケーションをしっかり取らせてもらって、骨格や髪質をいろいろ触りながら、モデルさんに一番似合う角度だったりとか、質感だったりとか髪の動きっていうのをちょっとなるべく意識して作りました。ねじるとあれなんですよ、予期せぬ動きが生まれる。オンラインとかできるじゃないですか。今は最終的なイメージはちょっとスクエアっぽくちょっとしたいんですけど、あんまりこうスクエアすぎるとひなちゃんのこう柔らかい雰囲気がちょっとなんかちょっとミスマッチになりそうなんで、ちょっとこの空気感はありつつ最終的なシルエットがちょっとスクエアになるように、なんかこうカールの一個一個のちょっと動きをなるべく自然に可愛くするのをちょっと探っております。正面よりかはちょっと振った方がすごくいいかなと思います。分かりました。まあカールをなるべくこう綺麗にっていうのと、なるべくこう違和感がないギリギリをちょっと狙って全体を通した時にフィットするような作品になるといいなと思って作りました。自然光でちょっと撮っていこうっていう話になってたので、まあ、自然に出るこう影だったりとか光で遊びを足しながら毛の動きっていうのがなるべく綺麗な動きがなるように意識してちょっと撮影はしてもらって、カメラマンさんもすごく撮影の時に雰囲気をうまく作ってくれたので、すごく理想の形になった。初めての、ね、受賞ということだったんですけども、まあ、これを機会に業界でも活躍していただいて、まあ、この人たちを脅かすというような存在になっていただけたらいいんじゃないかなと思って頑張ってください。はい、おめでとうございます。ありがとうございます。バイバーイ。ありがとうございます。お願いします。今回おめでとうございます。なんか女性なのかなってちょっと思うぐらいジェンダーレスで、まあ、迫力もあって面白い作品だなっていうところが率直な意見で、ただ全体的に赤メインで、でもなんかしつこくなくてかっこいいデザインで、まあ、モデルさんに一番フィットしているかなっていうところが一番、まあ、もちろんなんですけど、写真から見てこれはどうなってんだろうなっていうところがフォトコンらしくてすごく気になるところで、シャンプーしたらどうなんだろうみたいなっていうところをビフォア見てみたいなっていうぐらい面白い作品でした。今回グランプリおめでとうございます。すごいエッジが効いててかっこいいなって思いました。まあ、フロントの部分とかいろんなところの動きもすごいかっこよかったんですけど、なんか襟足の奥行きとか、なんかこの作れてる部分に対してふわってしてたんで、なんかもっとここができるんじゃないかなってめちゃくちゃ思ったんですけど、あとなんか洋服の質感が、値段がこれはいくらぐらいするんですか値段がですか、はい、これはでも古着屋さんで借りれるところがあって、ああそういうことですね、はい、
ちょっとなんか洋服も若干だけなんかもう少しなんかできるのかなって思って、まあ、ただめちゃくちゃかっこよくて、あのすごくいい質感で、あの魅了されるようなスタイルだったので、はい、これから僕もやっていきます。おめでとうございます。でした、グランプリおめでとうございます。僕もそうですね、すごいあパッと見でかっこいいなって思ったのと、角刈りみたいな、シルエットがこういう角刈りっていうシルエットってあんまいろいろ見てもなくて、それがすごいおしゃれに落とし込まれてて、こういうシルエットってなんか珍しいけど、それがなんか襟足のこういう奥行きの毛ですごいバランスが取れてて、僕はすごいかっこいいなと思ったのと、あとなんかこう街とかでも歩いてても、まあ、かなり強いけど、なんかいい意味で浮くというか、そういう意味でも個人的にすごい好きというか、クリエイティブとストリートの融合みたいな、だから実際のこうリアルなモデルさんをちょっと見てみたいなと思ったので、なんか素敵だなと思ったし、なんか斬新でかっこいいなって思いました。でもちょっと気になるなって思うところが、まあ、ないです、僕は。ああ、ちょっとない、ないって本当にかっこいいと思いました。なかなか作れるもんじゃないなって思いました。はい、おめでとうございます。まあ、僕一番こう最年少という立場でこうまたこう違う観点で見させていただきました。個人的にすごい好きなテイストで、あのすごいこうなんだろうな、メイクの質感から、まあ、カラーリングでモデルさん選ぶっていうところから、なんかすごいこのスパイキーっていうテーマにすごい一貫性を感じて、あのすごい素敵だなはい、でさっき江崎さんも言ったんですけど、僕もすごいこの服の質感がとても気になってて、なんかちょっとこう上のこの、まあ、なんかちょっと高級感っていうか、すごいこう作り上げられたものに対してちょっとこう生地感が、言い方あるとちょっとこう 安っぽいっていう感じなんですけど、ちょっとこう見えちゃったかな、なんかこの感じにしっかりこういい服っていうか、しっかりとする重みのある質感でもいいのかなっていうのは感じました。でも本当にすごい好きです、はい、本当に聞きながら見たいなと思いました。ありがとうございます。エイさん本当におめでとうございました。一番印象的な作品で、こうヘア、ファッション、メイク、写真すべてが本当にマッチしていて、とても素晴らしい作品でした。で今まであのリーゼント風のリセットされた何か出てきたんだと思って、正面でああいう四角いフォルムを強調しているっていうのがすごく個性的で新鮮になったなと思いました。このコンテストってアイロンを使うんですね。今まではどっちかというと丸いシルエット、柔らかいテクスチャーっていう、アイロンカールウェーブってそうじゃないですか、まあ、それが多かったんですけども、これはどっちかというとダークサイドとか、そういうこうあの雰囲気を出しているのは非常にこうレア、まあ、もちろんメイクとかね、写真のペースで出すっていうのがあるんですけども、まあ、ヘアとか全体的な印象がすごいこう攻め切った感じがいいんですけど、これギリギリだと思ってるんですよ。でさっきからね、衣装の話とかいろいろ出てたと思うんですけども、それって、まあ、よく僕らが影響を受けたいわゆるイタリアンボーグ、ああいう時代20年30年前ぐらいにして、そうは言っても絶対セクシーを出すんですよ。女らしさやエレガントをちょっと出すと、だ例えばそういうのが、まあ、その衣装だったりメイクだったり表情だったりすることで攻めてるんだけど必ず女らしさを入れるっていう、そういうところが上質な感じのことになってる。なんでこっちね、奥様に話してるのよね、なんか勘違いかな、話すのはここだったね、なんかメイクしてくれて ごめんなさいねそうそうそう、髪はこっちの方が靴がこっちちゃんと作られてなかったから、なんかやっぱりトータルでこっちの方がいいなってなって、こっちがブランド。でも今は絶対本物着せた方が説得力高い。もうそれだけでいいと、こっちもっかぶっちかみたいなね。でやっぱり部屋にシンプルに自信がある人はあんまり余計なことしない。大体。ただその代わりモデルも例えば身長の問題、この質問問題とかもう一年かけて。技術公開、この方たちがどんどん公開して、これは売れる、これはお客様に人気あるカタログだって、みんな公開してるって感じになったら、今現状もそうじゃないですか、はい、
別に僕は不満で言ってるわけじゃないですよ。だから価値観は大事にしたいと思ってるし、髪の毛を切って人を喜ばせようというスタンスが優しい人が多い。利用は技術だけじゃないですよ、はい、実はそれぞれの予算の中で解釈の中でカラーが出ていく面白いビジネス、人間的なメンタリティも伝わる仕事であることは失いたくないですよ。会えてよかったです。会えてよかった。コンテストに出てくる子たちも、モデルさんとどういう関係性を作るかもすごい大事なんですよ。そこでしかデザインできないですよね。無理やりこうカットするとかないっすもんね。半年前からでしょ。半年前からモデルさんの校長でしょ。オリンピアシアルって半年前から。マインドあるよね。マインドを。もう共有する。なんかどっかの場面で結構バッサリ。だからバッサリ切れるマインドっていうか、宮地さんが切ってほしい、うん、ヘアショー、前にヘアショーがあるから、うん、そこで切ろう。ああ、なるほど。素敵な会を開いてありがとうございました。はい、もう本当にこうこの場がなんか本当に夢のようっていうか、皆さん何をこう感じて今重視されているのかっていうのを大人まじまじと見れて、やっぱある意味本当にこう自分ってやってきたつもりだったけどまだまだだなっていうか、まだ本当にこうなりたい像というか、これから多分帰り二人で話してるんですけど、もっとこういう風にしていきたいなとか、ああいう場に行きたいなとか、同じ目線になりたいなっていうのをすごく感じて、で偶然なったわけじゃないこのグランプリっていうのを自分でこう感じ取って、必ずなんか結果が出せるというか、目の前のモデルさん可愛く幸せにできるように、なんか明日からまたそのワークを理解して頑張りたいなって思いました。本当に途中でみんなうなずいてるやん。途中でこう入っちゃうのは本当に名残惜しいんですけど、またどこかでこうお会いできるように僕頑張りますんで、名前を覚えてください。ありがとうございました。でもそうあってほしいから出会えたことにいかない。いやーめちゃくちゃ素晴らしい。全然流れないそういうこと言った。明日頑張りたいのと伝えたいのと未来のといろんな気持ちです。素敵です。めちゃくちゃ頑張ったんですね。いやよかったね、よかったよ。おいおい、時間はい、帰ります。気をつけて。ありがとうございました。ありがとうございます。またね、頑張ろうね。頑張ります。またね。嫌でも名前、はい、またね。はい、頑張ってください。頑張ります。今日はどうでしたか、一日。いや幸せでした。なんかいろんな感情が嬉しいのもあるし、頑張らなきゃもあるし、悔しいもあるし、はい、そうですよね、はい、だからすごい濃かったです。はい、お疲れ様でした。お世話になりました。ありがとうございました。ありがとうございます。頑張ります。はい、またお願いします。はい、はい、失礼します。ではまたどこかで。あ、ありがとうございます。ありがとうございます。詳しく。
これからまだまだやっぱりこう突き抜けてこれデザインをちょっと作っていかなきゃいけないなっていうのをすごく感じさせてもらえたので、まあ、今後の目標は郊外からでもおしゃれなデザインだったりとかみんなのドキッとするような素敵な作品を作れるように頑張りたいと思います。ありがとうございました。